サー・アーサー・チャールズ・クラークは、イギリス出身の SF 作家、20世紀を代表する SF 作家の一人であり、科学解説者としても知られている。1950年代から1970年代には、ロバート・エイ・ハインライン、アイザック・アシモフと並んで、ビッグ3と称される SF 界の大御所として活躍した。他の二人が、エンターテイメント、SF 史を志向したのに対して、 クラークは豊富な科学的知識に裏打ちされた近未来を舞台にしたリアルなハード SF 作品群と仏教思想に共鳴した人類の宇宙的進化を壮大に描く作品群とに特色がある。代表作は幼年期の終わり2001年宇宙の旅。作品のほとんどが翻訳されている。短編では太陽系最後の日や星などが有名。SF 以外の小説は イギリス空軍時代の体験をもとにした1963年のグライドパスの一作のみ、第二次世界大戦中、イギリス空軍にて空軍省域権レーダー技師を務めた。1945年には人工衛星による通信システムを提案した。1946年、ロンドンのキングスカレッジ卒業。1946年から1947年まで、 英国惑星環境界の会長を務め、1951年から1953年にも、再び会長を務めた。1956年、スリランカに移住したが、これは、スキューバダイビングスキーが講じたのが、主な理由であり、死去するまでほとんどの期間をそこで過ごした。スリランカから世界を眺めてというスリランカでの暮らしに、触れた一聖衆もある。晩年まで小説を執筆した。 1998年にエリザベースに世女をより、ナイトの称号を授与され、2005年にはスリランカの文民向けの最高の勲章スリンカブヒーマニアを授与された、連鎖の会員だった。1917年12月16日にサマセット州マインヘッドにて生まれる。少年時代は天体観測を趣味とし、アスターウンディングなどのパルプ誌をはじめとした SF 小説に熱中していた。 1934年に英国惑星環境界へ入会し、活発に活動する。1936年にグラマースクールを卒業した。あとは公務員として働いていた。第二次世界大戦中にはイギリス空軍の将校として電波探知法、レーダーの開発に取り組み、教官も務める。レーダーによる早期警戒システム構築に関わり、 このシステムがバトル・オブ・ブリテンでの勝利に寄与した。戦時中に特に力を入れたのは着陸誘導艦成用レーダーの開発であり、半自伝的小説ぐらいのパスに描かれている。戦争中に GCA が広く実用化されることはなかったが、その後の開発によって1948年から1949年のベルリン封鎖では大いに活用された。軍での階級は当初5兆だったが、 1943年5月27日には空軍将尉となっている。さらに1943年11月27日には中尉に昇格している。福音寺には大尉だった。戦後、ロンドン大学のキングスカレッジに入学し、物理学と数学を専攻する。一時、大倉省に勤めるがすぐに退職。静止衛生の概念そのものは、クラークの発明ではないが、 人工衛星による無線通信の中継というアイデアはクラークのものである。1945年にそのアイデアを論文にし、英国惑星環境界の主要メンバーに見せた。その論文を開講したものを同年10月に科学雑誌、ワイヤレスワールドへ寄稿し、現在通信の機関となっている衛星通信の構想を初めて科学的に示したとされる。 1946年から1947年にかけて英国惑星環境界の会長を務め、さらに1951年から1953年にかけても同職を務めた。クラークは宇宙開発に関する科学解説書もいくつか書いており、宇宙の探検とザ・プロミス・オブ・スペースが特に有名である。静止衛星による通信網という彼のアイデアを称え、 国際天文学連合は、正式軌道の公式な別名として、クラーク軌道という名前を与えている。1953年、フロリダに旅行して、小持ちの22歳のアメリカ人女性、マリリン・メイフィールドと出会い、電撃的に結婚。6ヶ月後には別居したが、離婚が正式に成立したのは1964年のことである。クラークは、この結婚は、 最初から間違いだったと述べている。その後クラークが結婚することはなかったが、スリランカ人男性、デスリー・エカナヤケとは親密な関係となり、楽園の泉の賢治には彼について、生涯ただ一人の親友と書いていた。クラークはコロンボにある墓地で、約30年前に亡くなったエカナヤケと同じ墓に埋葬された。スタンリー・キューブリックの伝記を書いたジョン・バクスターは、 クラークの同性愛思考について、彼がスリランカに移住した理由の一つとして、スリランカの法律が同性愛に寛大だったからだとしている。あるジャーナリストがクラークに同性愛者なのかと尋ねた時は否定していた。しかし、マイケル・ムアコックは次のように書いている。誰もが彼がゲイだと知っていた。1950年代には、ボーイフレンドを伴った彼と飲みに行ったこともある。 彼の同性相手やその家族にも何度も会ったことがある。彼らは一様に彼の親切に感謝していた。やや自己透析的で絶対研修主,主義者だったが、全く完璧な紳士だった。ムアコックの主張を裏付ける文献はないが、プレイボーイ氏1986年7月号のインタビューでクラークは両性愛の経験があるかと尋ねられ、もちろんと答えている。クラークは原稿や 個人的メモの膨大なコレクションクラークバースを維持していた。現在は兄弟のフレッドクラークが保管している。クラークはかつて死後30年経過するまで日記を公開しないと述べている。なぜ日記を封印したのかと聞かれ、まあ、あらゆる種類のはずべきことがそこに書かれているかもしれないと答えている。クラークは1937年から1945年までファン人に いくつか小説を発表していたが、1946年、アスタウンディング4月号に掲載された短編、抜け穴で、商業誌デビューする。実際に最初に売れたのは、翌5月号に掲載された、太陽系最後の日である。この作品は、評価が高く、日本では S、海マガジン総刊号に翻訳が掲載され、指示を得た。 作家活動が本格化してきた1949年にサイエンス・ワブストラクツ氏の編集助手として働くようになったが1951年以降は専業作家となった1951年には第一長編宇宙への序曲を発表またイギリスの SF コミックダンデアシリーズの原作も手掛けており最初の長編3作は子供向けを意図して書いていた クラークは1940年代から1950年代にかけて CS ルイスと文通しており、一度オックスフォードのパブで i SF と宇宙旅行について議論したことがある。ルイスの死後、クラークは別世界物語三部作を本物の文学と言える数少ない SF 作品だと述べ最大限の賛辞を送った。1948年、BBC のコンクール向けに、 前章を書いた。戦外となったが、この作品がその後のクラークの経歴に変化をもたらした。それは、2001年宇宙の旅の元になっただけでなく、クラーク作品により神秘的及び宇宙的要素が加わるきっかけとなった。その後のクラークの作品では、技術的には現在よりも進歩しているが未だに偏見にとらわれた。人類がさらに優れた異性生命体に出会うという設定が、 特徴的に見られるようになった。市と星、幼年期の終わり、2001年シリーズといった作品では、優れた異性種族との出会いが概念的突破口を生み出し、人類はさらに次の段階へと進化することになる。クラーク公認の伝記において、ニール・マッキリアは、未だに多くの読者や批評家がアーサー・シー・クラークの最高傑作としていると書いている。 クラークは1956年から亡くなる2008年までスリランカに住んだ。その理由について、クラークと同じく同性愛者であったアラン・チューリングが1954年に自殺に追い詰められた事件にショックを受け、性的に寛容なスリランカに移住したと親しい知人には語っていたという。移住当初はまだ、セロンと呼ばれており、まず南のウナーツナに住み、その後コロンボに引っ越した。 クラークはイギリスとスリランカ両国の市民権を持っていた。大のスキューバダイビング好きで、アンダーウォーターエクスプローラーズクラブの会員でもあった。作家活動の傍ら、クラークはパートナーのミケ・ウィルソンと共にダイビング関連のベンチャーを何度か起業し、また、ウィルソンの映画制作に資金を投入している。1961年、ウィルソンはグレートベイススリーフで船を発見し、 そこから銀貨を回収した。翌年その南パ船にダイビングして本格的に宝探しする計画だったが、クラークが麻痺を訴えて計画が中止され、ポリオと診断された。翌年、クラークは海岸や船上で銀貨回収を観察した。その南パ船は最終的にムガル帝国のアウラングゼーブのものと判明し、ルピー銀貨の余裕した袋や大砲などが見つかり、 クラークは詳細に記録した文章をもとにしてノンフィクション・ザ・トレジャー・オブ・ザ・グレート・リーフを出版した。スリランカに住みその歴史を学んだことが軌道エレベーターを描いた小説楽園の泉の背景となった。軌道エレベーターはロケットを時代遅れにし、静止衛星よりもこちらの方が重大な科学的貢献になるとクラークは信じていた。1958年頃、クラークは 様々な雑誌に科学的エッセイを連載し多くの予言を残している。これらは1962年の未来のプロフィールにまとめられている。2100年までの年表には様々な発明やアイデアが盛り込まれており、例えば2005年にグローバルライブラリーという記述がある。同書にはクラークの第一法則が書かれ、後の番でクラークの三法則に改められている。 1970年代初め、クラークは3作品の出版契約を結んでおり、当時の SF 作家の新記録だった。そのうちの1作目、宇宙のランデブルは1973年に出版され、主な賞を総なめにし、シリーズ化されることになり、2001年シリーズと並んで、後期のクラークの経歴の基盤となった。1970年、国際 SF シンポジウムに、ジュディス・メリル、 フレデリック・ポール、ブライアン・オールディス、ユーリカ・ガルリツ・キーラと共に、ゲストとして、来日、各地を遊歴、新木会にてクラークは、スリランカ風、フラダンスを披露。1980年代から90年代にかけて、テレビ番組、アーサー・シー・クラーク、エス・ミステリアス・ワールド、アーサー・シー・クラーク、エス・ワールド・オブ・ストレンジ・パワーズ、アーサー・シー・クラーク、エス・ミステリアス・ユニバースで、 クラークの名は一般に浸透した。1986年にはアメリカ SF ファンタジー作家協会からグランドマスター賞を授与された。1988年にはポリオ語症候群を発症。1962年のポリオ感染が原因で、その後は車椅子が必要になった。クラークは長年ブリティッシュポリオフェローシップの副講演者を務めた。 1989年のイギリス女王の誕生パーティーに招かれ、大英帝国勲章を授与された。同年クラークは国際宇宙大学の初代学長に就任し、2004年まで同職を務めた。また、1979年から2002年までスリランカのモラトゥア大学の学長も務めている。1994年、テレビ映画ウィズアウト・ウォーニングに出演している。 アメリカ製作のこの映画は、ニュース番組の形式で、異星人とのファーストコンタクトを描いたものである。同年、ゴリラ保護活動の講演者になっている。携帯電話用電池のためのタンタル採掘がゴリラを脅かしていることが判明すると、それに対するキャンペーンにも力を貸している。2000年5月26日、コロンボでの式典で、ナイトの称号を授与された。 ナイトに助することは1998年のニューイヤー、アナーズで発表済みだったが、デイリー・ミラー神がクラークを小児性愛で告発したため、クラーク側の要請で授与が延期されていた。その告発は、スリランカ警察の調べで事実無根であることが判明している。デイリー・テレグラフ氏によれば、ミラー神が後に謝罪記事を掲載したため、クラークは法的手段に訴えることはしなかった。 その後クラークは正式にナイトの称号を受けた。2004年12月末に起きたスマトラ島沖地震では自宅は無事だったが津波によって海に面したダイビング用の小屋やバンガローなどに被害を受けた。彼は人道支援を呼びかけアーサー・シー・クラーク財団は災害警報システムの改善に取り組むようになった。ダイビング学校は後に再建された。2007年9月 NASA の探査機か C2 が土星の衛星イアペトゥスをフライバイしたことについてクラークがビデオで歓迎の言葉を送った2007年12月クラークは友人やファンに向けて別れの言葉を述べたビデオを録画した同じく2007年12月には生きている間に宇宙人のいるという確かな痕跡を見たかったと話していた他に晩年には 規制等科学への系統の向きがあり、超電導体の回転による重力遮蔽が近年に実現するだろうと語ったり、リチャード・ホーグランドの火星に森林がある説を擁護するなどの言動があった。2008年3月19日午前1時30分、自宅にて心肺機能不全のため90歳で死去。彼の秘書はポリオゴ症候群に起因する呼吸困難と心不全だと発表した。 死の数日前、クラークは最後の作品ザラスとティーラムの原稿のチェックを得たところだった。この作品はフレデリック・ポールと電子メールでやりとりしながら書いた共作である。同書はクラークの死後に出版された。クラークは3月22日にコロンボの墓地にスリランカ風に埋葬された。弟のフレッド・クラークやクラークのスリランカ人家族が数千人の監修に混じって参列した。 クラークはアイザック・アシモフやロバート・エイ・ハインラインと共に SF 界のビッグ3と称されていた。クラークとハインラインは宇宙の探検を出版した1951年に文通するようになり、翌年には直接会っている。長年の友として互いの家を訪問したこともある。しかし1984年。 ラリーニーブンのカリフォルニアの自宅であった時は、アメリカの宇宙開発及び外交方針に関して激しい抗論になったという。二人は公式には和解したとしていたが、1988年にハインラインが亡くなるまでずっと疎遠のままだった。アシュモフトは1953年にニューヨークであった。その後数十年にわたって友好的なジャブの応酬を続けた。アシュモフト、もし、 最高の SF 作家は誰かと聞かれたら互いの名を答える。アシモフ、クラーク協定を結んでいたと言われている。1972年、クラークは、自助レポートオンプラネット3に、この協定のことを書いている。また、クラークとアシモフは、メンサの会員であり、共にメンサの国際会議に参加したこともある。ビッグ3は、第二次世界大戦中、 軍の技術者として働いており、アシモフとハインラインは、同じフィラデルフィア海軍造船所に所属していた。宗教的テーマは、クラーク作品によく見られるが、クラーク自身の宗教観はなかなか複雑である。彼は、知識へと至る道は神へと至る道である。あるいは真実へと至る道でも何でも好きに呼べばよいと、述べている。また、自らも、神という概念に魅了されたものと称した。 空軍に入隊した際には、認識表の宗教欄に、イングランド国教会ではなく、半信論者と記した。2000年には、スリランカの新聞のインタビューに、私は神も来世も信じていないと述べ、自身を無信論者だとしている。インターナショナルアカデミー・オブ・ヒューマニズムからは、名誉ヒューマニストの称号を与えられている。また自身を、隠れ仏教徒と,と称しつつ、 仏教は宗教ではないと主張している。若い頃は宗教への興味をほとんど示しておらず、例えば結婚当初の数ヶ月間だけ妻の強い、すすめで、長老派教会に入信していた。アラン・ワッツによる3日間のインタビューの中でクラークは宗教に対して偏見を持っており、宗教が残虐行為や戦争を防止できない点を許すことができないと語った。また自身の名を冠した番組で、 私は時折宇宙が天文学者を永久に驚かせるよう設計された機械ではないかと思うことがあると述べている。また同じ回の最後の方でベツレヘムの星を取り上げ、その正体がパルサーだという説を述べている。パルサーはクラークの短編、星とその番組の間に発見された天体である。そして当時発見されたばかりのパルサー PSRB1913 プラス16。 について、キリストの誕生を知らせた星の死にかけた声が今も聞こえるとしたら、なんとロマンチックだろうと述べている。クラークは自身の葬儀について指示を書き残していた。そこにはあらゆる種類の宗教的儀式を葬儀で行うなとあった。クラークの有名な言葉として人類の一番の悲劇は道徳が宗教にハイジャックされたことだというものがある。 クラークは若い頃頂上現象を好み、幼年期の終わりの着想の原点の一つが頂上現象だと述べていた。1992年の電気で頂上現象が詐欺だと判明した例をいくつも挙げ、徐々に完全な会議主義者になっていったと述べている。1993年と2004から2005年のインタビューでは、転生を可能にする機構が存在不可能だとして、 天生を信じないと述べている。しかし、JBS ホールデンの言葉、宇宙は我々が想像する以上に奇妙などころか想像できる以上に奇妙なのだをいつも好んで引用しているとも述べている。彼は天生の概念を魅力的だとも言っているが、限りある存在であることを好むとしていた。クラークの作品は科学の進歩によって人類が太陽系や海洋を 探求していくだろうという楽観的な作風を特徴とする作者の理想に基づき高度に発達したテクノロジー、生態学、社会によるユートピア的設定がしばしば見られる。初期作品は技術革新や科学的躍進によって発達した社会が最終的に整備していく未来を描いたものが多い。前章で初めて宗教的テーマが導入され、都市と星などの作品で それがさらに追求されている。前章には知的種族が進化すると神に近いものになるというもう一つのテーマがあった。これをさらに深めたのが1953年の幼年期の終わりである。この考え方は地球帝国にも若干現れている。この進化による超越という考え方はオラフ・ステープルドンの追求したテーマに近い。クラークはステープルドンの最後にして 最初の人類について、この本ほど私の生涯に影響を与えた作品は、ないそしてそれに続く、スターメーカーと共に最高傑作に挙げられると述べている。クラークは海洋にも大きな興味を持っており、ビッグゲームファンと海底牧場、きらめく生き物、イルカの島といった作品に、それが現れている。多くの科学者や、 宇宙飛行士らと進行があり、何人かは小説に登場している。他にも、しばしば作中で現実とのクロスオーバーを行っており、2010年宇宙の旅では、登場人物が一級宇宙船の中である、有名 SF ホラー映画を話題にする、シュニジアの砂漠に残された有名 SF 映画の、小道具が異星人のものと間違えられる、などのエピソードがあり、2061年宇宙の旅では、 スター・ウォーズが3001年集局への旅ではジュラシック・パークが、そして楽園の泉では2001年宇宙の旅が言及されている。詳細は2001年宇宙の旅を参照クラークはスタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅で映画と関わるようになった。二人は1964年ニューヨークでアイ映画制作で協力する可能性について話し合った。 その過程で、クラークの短編、全章を元にした物語とすることが決まった。もともとは、クラーク自身が脚本を書くことになっていたが、キューブリックがブレインストーミングの中で、まずイマジネーションを自由に羽ばたかせるために小説を書き、それに基づいて映画を作ってはどうかと提案した。クラークは後に、そういう形で始まったが、最終的には、小説と脚本は、 同時進行で相互にフィードバックする形で進められた。だから私は映画の試写を見た後にいくつかの章を書き直した。創作技法としては苦労が多いものでこれを楽しめる作家は滅多にいないだろうと述べている。すなわち映画原作本、映画のノベライゼーションといった関係ではない。映画の劇場公開は1968年4月であり、小説の出版は 同年7月である最高の SF 映画として全世界で高く評価されており日本の旧文部省が特選に指定した唯一の SF 映画でもある映画制作の忙しいスケジュールの合間を縫ってキューブリックとクラークが小説について協力するのは難しかったクラークは1964年末に小説の総庫を完成させ1966年に予定されていた 映画公開に先駆けて1965年に小説を出版する予定だった。しかし、映画の公開は1968年にまで伸び、小説もその後に完成した。小説の作者としてはクラークだけが記された。後にクラークは、キューブリックがクラークの作者としての影響を軽く見せかけるために、状況を操作し、小説の出版が後になることで映画のノベライゼーション。 であるかのように見せかけたと不満を述べている。様々な理由から物語の詳細は小説と映画では異なっている。映画には個々の事象についてほとんど説明がない。一方クラークは小説版で全ての事象について因果関係を完全に説明している。ジェームズ・ランディが後に述べたところによると映画の最初の死者の際に宇宙飛行士が11分間延々とジョギングしている。 シーンを見た後の休憩時間に、クラークが目に涙を浮かべて死者室を後にしたという。このシーンは、キューブリックのアイデアで、宇宙旅行がいかに退屈なものかを示したのだという。1972年、クラークはエッセイ、失われた宇宙の旅2001で、映画作成時の状況について詳しく説明し、主なシーンの別バージョンについても説明している。百九十九年に出版された。 エースペースオデッセイの特別版にはクラークによる小説と映画のリリースまでの経緯を詳細に記した文章が序文として掲載された。詳細は2010年を参照1982年、クラークは2001年の続編、2010年宇宙の旅を出版した。この小説もピーター・ハイアムズ監督で1984年に2010年として映画化された。 当時の政治情勢を反映し、映画では冷戦がテーマの一つになっていたが、小説には迫り来る核戦争の危機は現れていない。映画は2001年ほど革命的でも芸術的でもないと言われたが、評価は概ね肯定的だった。その映画化に際してクラークはキューブリック抜きを条件にし、映画の仕上がりに満足したという、クラークとハイアムズの電子メールのやり取りを含む、 オデッセイファイル、アーサー・シー・クラークのパソコン通信のすすめが1984年に出版された。当時最先端の通信手段だった電子メールを使って、別々の大陸に住んでいたクラークとハイアムズが、毎日のようにやりとりして、映画の計画や制作について話し合った経緯が綴られている。また、クラークが選ぶベスト SF 映画のリストも掲載されている。 クラークはこの映画で2カ所にカメを出演している。1カ所は主人公のフロイド博士がホワイトハウス前で会話をしている背後で鳩に餌をやっている人物で、もう1カ所はボーマンの母の病院でのシーンでタイム誌の表紙を飾っているアメリカ大統領がクラーク、ソ連初期長がキューブリックになっていた。クラークの宇宙のランデブルは何年も前に映画化権が購入されているが、 未だに制作が進行していない。俳優のモーガン・フリーマンが宇宙のランデブーを原作とした映画を制作したいと述べていたが2003年には資金集めに苦労していると明かしていた。IMDb では一時期2009年公開予定とされていた。映画制作はフリーマンの制作会社デバレシャンズエンターテイメントが行う予定だった。デバレシャンズのウェブサイトには宇宙のランデブーのページがあり。 そこに監督として名が上がっているのがデビッド・フィンチャーである。彼は2007年のインタビューで宇宙のランデブーの映画化に意欲を見せていた。しかし2008年、フィンチャーはこの映画が制作されない可能性が高いと述べた。脚本がなくモーガン・フリーマンの健康状態が思わしくないことなどを理由に挙げている IMDB からも削除された。正式動詳細は 静止軌道を参照クラーク最大の科学的貢献は、静止衛星による電気通信リレーというアイデアだと言われている。彼は1945年10月のワイヤレスワールドに、エクストラ、テレストリアルリレイズ、キャンドケットステーションスニブ、ワールドワイドラジオカバレージと題した論文を発表した。このため、静止軌道をクラーク軌道と呼ぶこともある。しかし、 これが実際に通信衛星の開発に着想を与えたかどうかは不明である。エコーやテルスターといった通信衛星の開発に関わったベル研究所のジョン・アール・ピアスは1954年のインタビューではクラークの論文記事に全く言及していないクラークの衛星同士のリレーというアイデア以前に正式道上の人工衛星による通信というアイデアはすでに存在していた。 静止衛星の概念は、ヘルマン・オーベルトが1923年の著書 D ラケテ、図伝プラナティン・ラウマンで記述しており、人工衛星による無線通信というアイデアは、ハーマン・パトチニックが1928年の著書ダス・プロブレムデア・ビファーンデス・ウェルト・ロームズ、デア・ラケテ・モーターのプリバイディング、フォーロング・ディスタンス・コミュニケーションズ・セーフティーという、ショート・アブザービング・リサーチャーイングザース。 エスサーフェイスという章で記述している。クラークは未来のプロフィールでこれら選達の業績を認識していることを示している。宇宙の旅シリーズ、編集ラーマシリーズ、編集、ありがとうございます。